ばんは。一回さん人でありがとう。こんばんは。はい、ジュエルマーレの綿棒こと星野ゆきなです。お餅の綿棒こと星野ゆきなです。本当はレスマシーンなゆきこと星野ゆきなです。しむちゅうさん、タツのお年ごありがとう。こんばんは。綿棒しか勝たん。うるさいかな BGM。 まあ、いっか。シャクちゃん人でありがとう。レイジーあれありがとう。人でじゃないよ。テルさん人でありがとう。貝殻ありがとう。シェルゆきるもハマってありがとう。ひろき髪切った。今日のメンバーは一番手からみおちゃん、ゆうじゅ、おもちゅと私という感じで来ました。ですが、ゆずきが言ってしまいました。アンポンタンですね、あの子は。本当にアンポンタンなんですけどもうみんな分かってると思うので早速出しちゃいたいと思います。イエイ。リンボスターありがとう。アンポンタンゆずきですねよし、ということで私もサマーワンマンライブ8月22日に行われるんですけども、そちらのグッズの紹介をしたいと思います。あ、くだもねさんありがとう。いきまーす。私が紹介するのは缶バッジなんですが、まず紹介する缶バッジはこちらです。じゃん、かわいい。かわいい。これがみおちゃん、アーシャと一緒、かわいい。もちゅ、ゆうじゅ、めいちゃん、かわいい。めいちゃんウィンク。これりー、これかーしゅちゃん、これがにゃんにゃんで、こちらがわいでございます。じゃーん、タクちゃんのおしめの方、あ、そうですじゃーん、ということでこちらジュエルマーレの缶バッジ、わー。ですが皆さん、ここで朗報、朗報、ここでまさかの事態。なんとこちらの缶バッジは缶バッジガチャということで、自分のおしめが当たるとは限らないんです。なので推しメンが出るまで引き続けてほしい缶バッジ。そしてこちらはね、当たり付きがありまして、缶バッジを引いてもらって当たりが出てきたら、浪費じゃねえそう、缶バッジで当たりが出てきたら当たりがもらえます。当たりのものがもらえます。何かがもらえます。当たりで何かはみんなが引いて当たった人、当たってからのお楽しみという感じで、何が当たるかは 言わないんですけど、ガチャがあります。そしてこちらジュエルマーレの缶バッジがあるんですけど、もうワンバージョン、もう一つ違うバージョンがあるんですよ。でもそちらのバージョンはシークレットとなっておりまして、引いてみないとどんな缶バッジが当たるか分かりません。なので1234567881216分の2、おしめを当てる確率、そしてゆきなのこれが欲しいとか、これみおちゃんのこれが欲しいって人は16分の1の確率を狙わなきゃいけないということですね。
なのでぜひよろしくお願いします。こちらの缶バッジガチャをね引くと当たるので、シークレット多すぎ、そうシークレット多いけど、逆にそのシークレットを楽しんでもらいたい、当日に楽しめる内容も取っておきたいなということでシークレットにさせていただいてますので、私なら一発で行ける、本当行けるシークレットなので、ぜひ皆さん缶バッジの方ガチャ、缶バッジガチャを引いてね楽しんでもらえるといいなって。そこでさあー推し分が当たらなかった、誰か交換してよとかで、なんかクリスターの輪が広がっていけばいいなっていう気持ちもありますね。みんなで仲良くなれそう、楽しいサマーワンマンライブにしましょう皆さん。はい、でもお高いんでしょ、いやこれは1回ガチャ引くの500円だったかな、500円で1回引ける感じになってます。でなんか今まで前々回の配信でグッズを何種類か紹介しまして、そして今回この4種類グッズを紹介したんですけど、今日この配信が終わった後に公式からね、公式さんから多分情報、グッズの情報も出ると思うので、もう一回ね復習と思ってみんなぜひ見てみてください。そしてまだサマーチケット、サワーワンワンマンライブのチケット持ってなくって、でもグッズめっちゃ可愛い、え欲しい、行きたいって思ってくれた方は、公式の方からとか個人のツイッターとかでも告知させていただいてるんですけど、サマーワンマンライブのツイッターの方にチケットの URL など載ってますので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。そして今回はなんか友達特典がありまして、お友達紹介してくれた人には、連れてきてくれた人にはワンマンライブでしかもらえない白チェキとスタンプがもらえて、お友達には初めて来たよっていう、そのお友達ついてきてくれたお友達は無料のチェキが取れるので、ぜひお友達たくさん連れてきてください。その髪型似合ってんな。おー嬉しい、ジョコありがとう。今イミン金魚すくいありがとう。ぜひぜひよろしくお願いします。みんな一発で頑張って推しを当てられるように頑張ってください。でもユキナの願いはサマーワンマンライブっていう、すごく記念の記念っていうか、なんて言うんだろうね、すごい思い出に残るライブになると思うので、全員分、全種類全員分ゲットしてもらえると嬉しいなという気持ちではあります。全員好きでいてほしいな、マーレもネージもということで、ぜひお願いします。かわいいよみんな、みんなかわいいよ、よろしくお願いします。顎がシャープになったね。痩せたからかな。そこ拾うんかい、なんか見えちゃった。くじ運悪いけんな、当たるといいなと思います。当たり何個ですか、え、わかんない、当たり何個あるんだろう、ちょっと少なかったらこっそり付け足しておくね。ということでね、ぜひ皆さんコンプリートを目指してたくさんガチャ引いてもらえると嬉しいです。どれが当たっても可愛いから最高だよ、本当に全部可愛いのでよろしくお願いします。そのシークレットの当たりが何なのかっていうのも楽しみにしててほしいし、引いて開けた時にもう一種類これかっていうお楽しみも残しておいていただきたいので、ぜひワンマンライブはワクワクしながら遊びに来ていただけると嬉しいです。当たり引くまで帰れません。みんなでやろうや。DD になった方がいいっていうことで、そうです、なべさん。そうです、そうです。たくやさん、ネイルかわいいですね。うん、嬉しい。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。ということでね、本日の配信では、グッズの紹介をさせていただいたんですけども、今日が3回目ということで、第4回の配信も、したいと思います。第4回サマーワンマンライブ
に向けたリレー配信は、ワンマンライブ前日の8月の21日に行いたいと思います。時間だったり順番だったり詳細決まりましたら公式から出させていただくので、ぜひ皆さん前日もねサマーワンマンライブに向けて一緒に気持ちをね高めていってもらえると嬉しいです。今回はねワンマンライブで新曲を初披露させていただけるということで、みんなね今一生懸命練習して素敵なものを皆さんに届けられるように頑張ってますので、ぜひそのね頑張る姿を見に来ていただきたいですし、一緒にあの夏の思い出を作ってもらいたいです。ネイジがワンマンライブを夏にするっていうのが初めてのことなので、それこそ私おもちゅうめいちゃんゆうずみおちゃんは加入してからワンマンライブっていうのも初めてなので、とっても不安なこともたくさんあるし心配だったり、でもすっごく楽しみだし、なんかそういういろんな気持ちを含めて皆さんと共有したいし、みんなとそのステージを作っていきたいなというふうに思ってるので、ソールドアウト目指して頑張っていくのでね、これからワンマンに向けていろんな、まあ、カルチャーズのあの特典会だったりとか、そういうものでワンマンに絡めた企画だったりもたくさんやっていきたいなとも思っていますので、ぜひワンマンまでね残り1週間ですけど、一つ一つのライブだったりこういう配信だったりに皆さん関わっていただきたいです。ぜひよろしくお願いします。お友達もたくさん招待してもらえると嬉しいので、みんなでワンマンライブ大成功にしたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。ということで、メドレー新曲たくさん盛りだくさんのワンマンライブに向けた配信はここまでになります。次回第4回8月21日の夕方から夜にかけてかな行いたいと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ということでランキングだけ紹介しておしまいにします。13位があじまや、12位が千葉相棒、11位がほびさん、10位がザキシュン、9位さくちゃん、8位しょしょた、7位かくりさん、6位ひろくん、5位たくん、4位くねさん、3位くわちゃん、2位けんじさん、1位がやけんこぞう。ありがとうございました。皆さん今日は1日1時間配信お付き合いいただきありがとうございます。第4回もお楽しみに。生きてるありがとう。とりあえず皆さん今日気になったよって方はチケット URL にゴーしてください。よろしくお願いします。またねー。